ポルトガルのリードで残りは45分。後半戦キックオフです。デコがさりげなくいます。リエジソン、主審がオフサイドの判定です。タイミングとしてはいいタイミングでしたよね。あとちょっとですね。ブルーノ・アウベス、ここに注目のナニがいます。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。前には焦りません。周りの動きをもう一度確認したい。シュート、キャッチはできません。ボールがこぼれています。このクリアは長谷部。さあスローインでの再開です。中にボールが入る。あっと長谷部、中村、本田、上がった。キーパー反応した。ボールを弾く。シュート、このシュート弾いた。コーナーを取りましたポルトガル。この動きが何です。ディフェンスが勝ちました。攻撃に厚みを出してきます。中盤でチャンスを伺っています。いい形を作りつつあります。あっとこぼれた。ここで攻守が入れ替わります。中村俊輔、さあここは本田圭佑、ボールはまだ生きています。ディフェンス厳しく詰めた。松井、後ろで回します。どこで仕掛けますか。何、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。仕掛けてきました。ここを起点にできるか。クリスチアーノ・ロナウド、ここでシュート、止める、止めます。スローインはコーナー付近から。これはパスミスになった。アドバンテージでしょうか。日本へのファールを流しています。さあ周りを見たい。ボールへの寄せが非常に速い。これはどうなりますか。松井、ルーズボールになった。このパスはダメでした。通りません。予感のあるパスがつながった。チャンスの匂いのするパスです。ボールの動きが激しい。長谷部、ラウル・メイヘレス、本田圭佑がプレーに絡んでくる。長友がカットします。いい形ができつつある。中にはどうだ、跳ね返った。ベストのタイミングでの飛び出しでした。あ、素晴らしいタイミングでしたね。長谷部、ここには中村、本田、松井、体を伸ばしきってゴールを死守。
このパスはカットされます。中盤でボールをもらいます。リエジソン、あっとこぼれた。日本へのファールもレフリーは続行を指示しています。体を当てて取る、奪った。パスがずれました。ラインを越えます。強さを見せます。さあ激しいです。試合終盤エキサイトしています。キーパーがボールをキャッチ。長谷部からのパスは失敗。綺麗に通った。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。これで決まりだ。強烈なシュートにキーパー反応しました。リードは1点。しかしながらそこはポルトガル、まだまだガンガン来そうな気配を感じます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。サポートも寄っていく。ボールはレフリーに当たってしまった。この攻撃、試合終盤ですがまだまだ激しい。ファールとなります。パスコースにはディフェンスがいます。岡田さん、グループリーグでの勝利という結果、これは嬉しいですね。そうなんですよね。この勝ちというのはトーナメントも見えてくる勝利になりますからね。